この動画では残念なお知らせと大切なお知らせを発表いたします。はい、どうもマリシカチャンネルへようこそ。ロシアモスクワに13年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてくださいということで、このように座ってお話しする系の動画が久しぶりなので少し緊張しているのですが、この動画ではタイトル、サムネイルにもある通り2つのお知らせがあります。残念なお知らせの方はロシアから YouTube 生配信ができなくなった件についてで、大切なお知らせは本当は生配信でお知らせしたかった夏のオフ会についてです。でまず YouTube 生配信についてですが、確か一番最後に私がロシアからライブ生配信をしたのは、2023年3月29日に、バレエツアーでロシアのニージュニーノブゴロドという街に行った際に現地のクレムリンからライブ配信をしたのが最後です、多分。で、こちらのライブ配信の映像はアーカイブにもしていて、私のチャンネルの動画にも残っていますので興味のある方は見てください。そしてこのバレエツアーの後に、私は日本にゴールデンウィークで一時帰国していました。そしてつい最近6月頭に、私はモスクワに戻ってきたので、ちょうど先週の日曜日6月18日に、日本出国からドバイ経由でロシア入国までの動画を、プレミア公開で公開した後に生配信をしようと思っていたのですが、生配信を始めると最初の5秒ぐらいはつながるのですが、その後ぐるぐるしちゃって全然つながらなかったんです。皆様お気づきの通りプレミア公開はできたんです。でプレミア公開はできたのになんで生配信ができないのと思って、何回か試しましたし、実は限定公開にしても何回か試したんですけどやはりダメでした。でその時の様子をスクリーンビデオにして撮っているので皆様少し見てください。こんな感じです。ぐるぐるでしょ。で何が原因なのかは分かりません。で私の予想としては、ロシアへの制裁なのかなと思ったのですが、それでも2023年の春までは確実にライブ配信できていたので、今回できなくなっていたことがすごく残念でした。というのも私の中で、動画とライブ配信に求めている思いというのが違いまして、動画は編集をして仕上がったものをお見せしているので、簡潔に分かりたい情報系とか、何日もかけて撮影する密着系なんかは、動画の方がいいと思います。ただリスナーさん皆様とオンタイムでチャットを通してお話ができるのは生配信ならではだと思っていました。皆様のコメントに、その場ですぐお返事ができるライブは皆様の声を、近くに聞ける感じがしていたので、これからはライブ配信月に 2,3 回ぐらいできたらなぁと考えていたので本当に残念です。誠に遺憾です。誠に遺憾です。誠に遺憾です。それと、普通の動画の方は編集で時間がかなりかかっているので投稿頻度を上げることは、難しいんですが、皆様どうかマリシカのことを忘れないで動画が上がったら見ていただけると嬉しいです。頑張ります。そして生配信ができたら本当はライブで発表したかったことなのですが、実は今年の夏8月も日本に一時帰国する予定ですので、大阪と東京でオフ会をしようと思います。ロシアではつながらないインスタグラムの方にも、私が日本にいた際に詳細のお知らせを出していたのですが、こちらでもお話ししたいと思います。なのでオフ会に興味のある方はぜひ聞いてください。まず大阪オフ会は8月6日日曜日17時から19時30分開催予定です。
場所は天満橋駅から徒歩5分ぐらいのところのレンタルスペースを借ります。ただ場所の詳細はお申し込みをいただいた方のみにお伝えします。そして東京オフ会は8月20日日曜日、目黒駅前、駅から徒歩1分のところで行う予定です。で、実は、前回の東京オフ会が思っていたよりも人数が多かったので本当ありがとうございます。今回は、昼の部と夜の部と分けてそれぞれの定員数を減らして、皆様ともっとお話できたらなと考えています。で、昼の部が、14時から16時、夜の部が19時から21時となります。参加費の方ですが、大阪も東京も1人2000円となります。こちらの参加費は、レンタルスペース代、そしてオフ会で食べるお菓子代で、お菓子は、ロシアのものと日本のものと半々で、ご用意いたします。そしてロシアからお土産を買っていきますので、こういう感じで使わせていただきます。この件をご理解いただいた上でご参加希望の方はメールもしくはテレグラムの私の個人チャットの方にお名前とご希望枠のご連絡をお願いいたします。メールもしくはチャットを送ってくださった方にはお振込先をお知らせいたしますので、参加費1人2000円ですねのお振込の確認を持ってお席を確保とさせていただきます。もちろんレンタルスペースの関係上、定員数というのがありますので、お早めのお申し込みの方よろしくお願いいたします。そしてお振込の確認ができた方には確認メールとともにオフ会の詳細場所などをお知らせいたします。はい、ということで、ロシアから YouTube 生配信ができなくなっていた件についてと、夏のお知らせ、この2点が、お知らせでした。生配信ができなくても動画待ってるよ、応援してるよという方、オフ会行くから8月会おうねという方、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、パカパカ。チャンネル登録よろしくね。